輪郭を塗りつぶし機能とブラシで輪郭を塗りましたので、次は背景を塗りたいと思いますので設定を行います。ツールは右から2番目のレイヤーボタンをタップして、5のレイヤーを選択タップして閉じます。続いて反転させますので、ツールは一番左のツール選択ボタンをタップして、ナゲラーツールを選択タップして、ツールは右の上のつぶし機能を選択して、続いて塗りつぶし機能の設定を行います。透明度スライダーは 72% そのままです。続いて指定レイヤーは4のレイヤーを選択タップして閉じます。それでは色を選択しますので、まず花びらを色をつけますので、黄色の少しオレンジかかった色を選択タップします。それでは表になっている部分のところだけ はい、このようにして色をつけます。続いて奥のところをやや濃くして色をつけます。はい、このようにして